てる。あ。今回のお話は古墳にお散歩の巻です。チラチラーっと横目で見ています。ここはいつからかトロの後ろを歩くようになりました。多分これは犬の縦社会なんでしょうね。トロが歩かなくなると心配で止まります。なんかかわいそう。ココは水浴びが大好き。自ら頭を出して濡れに来ます。トロは絶対そんなことしません。公園の水道でちょっと水浴びさせていただきました。餃子の観光案内みたいな。ゆっくりゆっくりゆっくり。よっちゃんゆっくりだよ。こっちゃん来た。あ、怖い怖い怖い。あゆトロもゆっくりね、ゆっくりだよ。ゆっくり、はい、はいはい。トロ。あー、かわいい。はい、痛いです。いや、気持ち悪いと。はい。これ歩くの？進行方向はそっちに向けた。でもさ、そっち向けたらさ、そっち行ったらさ、どこまで歩くの？車まで。案内してくれるの？駐車場まで。